松野官房長官は、断固非難すると述べた上で、早期解放に向けて働きかけていると明らかにしました。このような行為を断固非難します。関係国と連携しながら、当該船舶及び船員の早期解放のため取り組んでいるところであります。